ニザームルムルクの暗殺前世紀のセルジューク朝、支配地域、ニザームルムルク、または、ニザームアルムルク、ニーザムアルマルックアブー、リーアル、ハッサンアルティアサイ、1018年4月10日から1092年10月14日は、セルジューク朝の政治家、学者。君主マリクシャーを支えて、セルジューク朝前世紀を現出した、イラン人最少である。 ホラサン地方の都市トゥース近くの町で、地主の息子として生まれた。本名は、ハサンブガリートゥースイー。ニザアムルムルクとは、王国の秩序の意味で、君主より与えられた称号であった。はじめは、ガズナーサに仕えたが、1040年にダンダーナカーンの戦いで、セルジューク朝に敗れ、ガズナーサは、セルジューク朝に侵入していた。セルジューク朝、 第二代スルタンのアルプアルスラーンや第三代スルタンのマリクシャー一世に森役としてまた最小として使え彼らをよく補佐した。ニザームは政治手腕に優れ行政組織や軍隊、イクター制の整備を行い宗教政策や教育政策に尽力した。特に1067年には彼の名にちなんでバグダードにニザーミーヤ学院を設立した。 また、最小とはいえ、実際に軍を率いて、遠征に参加することもあった。イラン南部やアルメニアにも遠征しており、1071年の東ローマ帝国とのマラーズギルトの戦いにも、アルプアルスラーンの軍に参加している。1072年に即位したマリクシャー一世は、1074年、王都をエスファハーンに定め、同年天文台を建設し、さらにウマルハイアームに命じて、 ジャラーリー歴という新歴を作らせた。1086年から1087年にかけては、マリクシャーとニザームによって金曜モスクの南ドームが建てられた。これは高さ20メートル、直径10メートルで当時のイスラーム世界最大規模のドームであった。こうしてセルジュー区長はマリクとニザームの両人体制がうまく機能したことも、 あって、遊牧国家の面影を残す国から整備された帝国となり、二人が相次いで死去する1092年頃には最大半島を実現した。ニザームは政治家としてだけではなく、文化人としても一級であり、政治の書を記している。しかし1092年、マリクのヒテルケンハトゥンに些細なことから恨みを買って暗殺されてしまった。マリクシャーの後継者として、 ニザームは、マリクシャーの長男、バルキアルクを押したが、火は、自分の実施であるマフムードを押した。この問題では、ニザームを、敵対視していた大臣、タージュルムルクが、火側につくなど、宮廷内に対立を引き起こした。一説によればこれはシーア派過激派のニザール派による、もので、彼がスンナ派の権威回復に努めシーア派を弾圧した、ことへの報復とも言われる。 ニザー・ムルムルクによって各地に創設されたニザー・ミーヤ学院はマドラサという学問施設をイスラーム社会に定着させるきっかけとなった。もともとマドラサとはホラーサン地方で10世紀頃に生じた非常にローカルな学習施設であったようだがニザー・ミーヤ学院によってセルジュークアサ以後イスラーム世界全体に普及するようになった。ニザー・ムルムルクによる創建当初は 王族たちがシーア派であった、ブワイフ朝からスンナ派用語を掲げるセルジューク朝に交代して、日が浅く、イラク地方やイラン高原では、ファーティマ朝カリフを報じるイスマー・イール派の宣教師たちの活動は、まだまだ活発であった。ニザー・アミーア学院では当初は、法学として、シャーフィー学派と進学では、アシュアリー学派が講じられていた。 イスマイール派の大たちの教説に対抗し、スンナ派信仰の復権楽器とされていたようだが、特に、シャーフィー・学派が講じられていた背景には主に中央、アジアやセルジュクオークを受け始めトゥルク系の軍人、貴族層に信奉されていた、ハナフィー・学派との均衡政策等が考えられている。ニザー・ムルムルクの庇護のもとに、シャーフィー・学派のとアシュアリー・学派の擁護者として、 ニザーミーや学院で教弁をとっていた代表的人物がアブーハーミド・ガザーリーである。マドラサ建設はアッパース町やセルジューク町にとってスンナ派政権復興のための大きな事業の一つであったが、これは一面王朝の支配層側が裏マー層や地域の名簿家層の保護、統制の手段としても活用され、以後のイスラーム政権での核法学派の保護政策の一つとして、 マドラサ建設が奨励される講師ともなった。トゥース出身のアリーの息子ハサンという意味となる。アタベクはセルジューク町に始まる独特の制度で、スルタンの指定が幼少のおり、寝職を共にして1対1で教育や貢献にあたる養育制度。清水 P127 から128にザーミーや学院はバグダードの他にイシャープールやエスファハーン。 例などにも立てられた。統治の書とも、君主に統治理念を説いたものであるが、ペルシャ五三文学の傑作としても名高い、清水 P126、ありがとうございます。